こちらは堀口恭司選手の新団体トップブライツの記者会見、堀口兄弟出演のもと発表されたのが、まず大会の開催日程、当初予定していた9月9日がまだ準備が整わないので、2024年来年の1月22日に群馬県にて、コロナ禍で外国人選手の招集が厳しくて延期になりましたと。これは大沢健二さんも、全然準備の話聞こえてこないけど大丈夫なの？と言っていた件でしたね。そして大会のプログラムには、選考会に来てくれたキッズたちに未来を感じたので、小学生から高校生までのキッズユース大会も織り込んで開催しますと。そして堀口恭司選手の地元群馬県選手 vs 他府県選手、空手の県代表全国大会にあやかり盛り上がるかなと思ってと、こちらも開催。そしてオールジャパンで挑む対抗戦を2つ、まずは日本 vs タイによるムエタイ対抗戦、タイからは RWS ラジャダムナンワールドシリーズのチャンピオンを招集予定 vs 吉成名高選手、堀口恭司選手は楽しみですね、自分がうはは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 。そして日韓対抗戦も行うとのこと、選手の発表は決定次第ということでした。須田萌里選手の弟さんがオーディション来てましたので、そちらの方も注目になりますね。続きまして、こちらは鈴木千尋選手のお世話になった同級生平達郎選手に報告をしようという動画で、平達郎選手電話に出て、早速鈴木千尋選手に、強すぎじゃん、家族みんな育ちだったよ。鈴木千尋選手、8月2日沖縄に行こうと思ったけど台風来てるから日にちずらしていくね。平達郎選手、今回のピットブル戦の話聞いた時、正直受けなくてよかったのにと思っちゃった。鈴木千尋選手、みんな思ってたよね、なんかむしゃくしゃしててさ、てかそもそも俺ピットブルのこともあんまよく分かってなかったし、どっちとやるのかも分かってなかったし、それでまあよくわかんないけど、まあいっかと思ったら大丈夫だったと。鈴木千尋選手、どっちピットブルかよく分かってなかったようです。これは大谷翔平選手の WBC 決勝前の、今日だけは憧れるのをやめましょう、憧れていたら超えられないので、というのがナチュラルにできていたようです。そして平達郎選手、この前の自分の江戸がチャイレス戦については、俺は危なかったよね、最後首に入ってきて苦しくなってきてやばってなったらマウントを取られちゃったんだよねと、いい交流をしておりました。今パトリシオ・ピットブル選手、首のヘルニアの手術で半年ほど戦線離脱と聞きますので、その間に鈴木千尋選手、特に組技対策しっかりして次戦も勝っちゃっていただきたいところですね。続きまして、こちらは斉藤豊選手の YouTube からで、なんと平達郎選手とコラボ、しかも岡田亮選手のジム亮岡田インスティテュートからで、この写真も私が実際に入り口まで行って撮ったものになります。平達郎選手が井上尚弥選手 vs フルトン戦を見るために上京したついでに実現とのこと。平達郎選手の斉藤豊選手へのイメージは、自分がアマチュアの頃からチャンピオンだったのでチャンピオンというイメージ、自分のところのジムの松根亮太代表以外みんな緊張しますと。はい、松根亮太代表とはいい関係のようですね。斉藤豊選手の方は、平達郎選手のことを昔からチャンピオンになると思って見ていた、上がっていく選手特有のものがあり落ち着いているし、むしろ負け方がわからないほどだった、現代のシュートを体現している選手、フィニッシュ率の高さにも驚かされる、シュート関係者の自分からすると鼻が高いですねと。そして平達郎選手の周りには、松根亮太代表をはじめとして数多くサポートしてくれている人たちが集まっておりますが、これについては平達郎選手、小さい時から抜けたところがあり、みんなに助けられて生きてきたところがあります、本当に皆さんあっての自分ですと。 UFC の試合、アメリカ行きの飛行機の便直前にパスポートを忘れていたことに気づいたこともあったようです。そして斉藤豊選手は、年内もう1試合頑張る、とりあえず朝倉ケラモフの結果待ちだなと言っておりました。これはここに直に絡んでいく気なのか、それともこれにより変動となるフェザー級戦線という意味なのか、
パラエストラのつながりを見ていると、自分も頑張らないといけないなと、いい刺激をもらってますとおっしゃっておりました。斉藤豊選手 vs ケラモフ選手の2でしょうか、朝倉未来選手との3となるんでしょうか。平達郎選手はランカーと戦うことについては怖くない、ベルトを取るためには必要なこと、マネルケープとは絶対にやらないといけないとは思っていると、斉藤豊選手は勝つと思うよと、ここ少し前に沢本達樹選手はマネルケープ選手勝利予想でしたね。はい、とここで以上となります。マネルケープ選手テイクダウンディフェンスうまいですし、となると殴り合いになったら結構不利かなと私も思います。続きましてこちらは金原正則選手のスーパーライジン2の試合振り返り動画となります。取って出してもアップしてくれておりましたが、こちらはさらに深掘りバージョンで、まず渡辺香菜選手は世界に通じるところもあったがダメなところも露骨に出ていた、打撃と少しできるようになってきたがゆえの遠い間合いからの組み急いでしまうタックル、正直圧倒して勝ってほしかった、負けたかと思った、打撃は頭が動いていないので怖い、キックボクサーに習っていると思うので、それだったら MMA に理解のある打撃のトレーナーに習った方がいいのかもしれない、前回からの伸びしろが全くなかったのでそう思った、愛があるがゆえ言わせてもらってますと。これは久保優太選手などの師匠の矢口トレーナーですよね。久保優太選手は矢口先生は MMA の打撃も教えられると過去言っていたことがありましたが、どうなんでしょうか。そして新龍誠選手へのブーイングは心ないのでやめましょうと。そしてサトシ・ソウザ選手は体力消耗を恐れて行くことができなかった、前もって決まっていた試合だったら絶対最初から行っていたと思うと。そして伊藤由紀選手 vs 広谷選手の判定は UFC などのユニファイドルールだったら広谷選手が勝っていたと思うが、ライジンルールだとどっちが勝ってもおかしくなかった、伊藤誠一郎選手 vs 広谷選手の男前対決とかいいんじゃないと提案。そして金原選手とも一緒に練習しているイゴール田辺選手 vs 阿部大地選手、階級落としてのイゴール選手に上げての阿部大地選手だったので体重でのアドバンテージがあるのでイゴール選手が普通に勝つと思っていた、イゴール選手は小さい頃盆栽でやっていたことがあるので盆栽チームがめっちゃイゴール選手の応援をしていたよ。そして、アキラ選手のような頑丈さを売りにしている選手は、競技寿命がどうしても短くなってしまうので、その前に組を教えてあげたいが、不器用でできない選手も多い。でも、頑丈さを武器にせず、波の選手として波の成績で終わるのと、引退は早くても、一時期トップ戦線に食い込める選手だったら、一体どっちがいいんだろうね、と。朝倉未来選手 vs ケラモフ選手は、ミクルが左フックのカウンターと左の転下を狙いすぎて待ちすぎてしまった、ミクル調子悪そうに見えた、テイクダウンの攻防でももうちょっとできたのになとも思う、試合後の記者会見であの状態からではもう落ちるしかなかったのでタップをしたと言っていたが、果たして本当だったのか。まだ片足しか入れられていない状態だった、ミクルはエスケープが上手なのでどうしても立つ動きが出てしまう、起き上がるときにどうしても首が上がってしまい、そこを取られてしまった。まずは中に入れられていた足を引っ張って、落とすことの方が先決だったと思う。締めるのを耐えるのではなく、シングルバックのポジションをずらしてあげることの方が優先順位としては完全に上。ではなぜ一体そんなことになってしまったかというと、きっとそれは練習では立ててしまえているから。そこを見てくれるコーチと練習パートナーがいなかったことも穴だったと思う。八千君にも試合後、金原さんの言っていた通りになりましたねと言われた。でも、ミクルというよりは、ケラモフが強かったんだと思うけど、と。そして、誰がケラモフに勝てんのと言って、金原さんじゃないですかと言われるも、自分で、無理でしょ。でも、求められたら、やればやりますよ、ということでした。これが謙遜であると、ぜひ思いたいですね。そしてこちらは、ケラモフ選手の昨日のツイートで、間違えてはいけない相手がいる、炎の絵文字、忍者の絵文字ということで、日本人相手に言ってるのかな、これはだからどういう意味なんだろう、俺に舐めた態度を取るなよとか、勝てるとか思ってんじゃねえぞということでしょうか。朝倉未来選手との試合の写真が添付されているので、朝倉未来選手に言っているのか、それとも未来に
もし対戦するような相手、斉藤豊選手などに言っているのか、いずれにせよチャンピオンの怖さが出てきております。そしてこちらは昨日行われたみんな大好きネイト・ディアス選手 VS 自身でボクシングのプロモーション会社も主催している世界一有名な YouTuber 兄弟弟ジェイク・ポール、ボクシングの10回戦が行われました。2回あたりから石原ヤシャボー選手がパブで配信されているダゾーンの試合映像をそのままお届けするというね、荒技、力技でのインスタライブというものも行われておりましたが、最終ラウンドまではやらなかったようですね。8回ぐらいまでやってたんじゃないかな。結果5回にダウンを奪われたネイト・ディアス選手、動きもスタミナもローガン・ポール選手に及ばず、普通に強いローガン・ポール選手に判定 3-0 で負けてしまいました。最後ネイト・ディアス選手がギロチンを少々かけに行ったような場面もありました。それとこの試合には元 UFC ファイター現 PFL ファイターのフランシス・ガヌー選手も見に来ており、その PFL はネイト・ディアス選手 VS ローガン・ポールの MMA の試合やるなら1000万ドル出すぞとも提案しているようです。つまりネイト・ディアス選手のギロチンも次に向けた演出だった可能性は大いにありますね。ライジンだけじゃなく、やっぱ注目集めるためには魔球的カード欲しがってる団体結構あるのかもしれません。そしてブレイキングダウン9のオーディションも配信され、次回予告には所沢のタイソンさんと花束奥の代表が揉めているところが出ていたので、事前にリークされていた通りこの2人のカードで決定でしょうね。でそのリークしていた人によると、勝者敗者もすでに決定していて、それによるとトコティが勝つと言っておりましたね。本当かどうかは分かりませんが、確かにあの気の弱いトコティが現在かなり強気で、俺は負けねえ、勝つに決まっているなどと豪語しているので少々怪しくもあります。トコティは2手先までは考えることできませんからね。対応は1手先までです。それと成り上がりでは寒天マン VS キングハンターマソーニ選手決定いたしました。5分 ×2 ラウンドの MMA マッチ。マソーニ選手は海外から何回も出たいと DM で応募。そのジムでは一番強い選手とジムの推薦者はそう豪語しているようですが、どうなんでしょうか。遠い国だから売りつけてしまえみたいのももしかしたらあるかもしれません。寒天マンは MMA は初めてなんでと相変わらずおとぼけしておりました。ゆくゆくは寒天マン VS 北岡悟選手で組みたい模様。寒天マンが負ける姿、ちょっとここは想像できないですね。ふざけてるだけで、このレベルの中では普通にめちゃ強ですからね。三浦孝太選手の対戦相手として当てられていたマソーニ選手にはきっと負けないんじゃないでしょうか。続きましてこちらは、そんな三浦孝太選手のお父さん、キングカズさん、ハットトリックという広告代理店の会社もやっているそうで、自身が出演しているリポビタン D の対象製薬と現在裁判になっていたようです。超簡単に言うと、キングカズさんが長年リポビタン D の CM に出ているので、今度出す錠剤タイプのリポビタン D の CM にも出てもらおうとしたら、それは契約書に規定がないと拒否され、なのにサントリーウェルネス社の錠剤タイプの健康食品の CM には出てしまったようで、これに対しての対象製薬からの訴訟で、結果対象製薬側は敗訴。対象製薬はなぜ訴訟に至ったのかの理由を公開。これまでキングカズ氏を長年起用して莫大な金額を払ってきた、製品のイメージを築き上げてきたのに、それがいきなり他社へ行っちゃうんじゃねえというものでした。ちなみにイチローさんのビールの CM とかキムタクの車の CM など、他社への乗り換えるパターンは少なくないようです。続きましてこちら、技のデパート舞の海周平さん55歳。舞の海さんといえば現役時代から銀座で飲み歩いていたことで有名だったようです。そう記事にありますね。飲み方はスマートで評判も良くと、私としては意外な事実でしたが、そんな生活習慣あったようで、しかしここのところその銀座通い顔を出していないようで、どうやら金銭トラブルに巻き込まれてしまったんじゃないかというもの。コロナ禍で仕事の柱だった講演会の依頼が激減。そこで出会った人物に資産運用の話を持ちかけられ、本来慎重であるはずの性格の舞の海さん、しかしこの人物に高級車でのゴルフ場までの送迎や熱海のマンションへの招待と熱心な口説きに信じ込んでしまい、総額1億円近くも投資してしまったようです。最初のうちは多少の配当があったというので、典型的なポンジスキームの可能性あり。現在ではその人物とも音信不通、
高級車、マンションなど全て実は借り物だったようです。舞の海さんも金銭トラブルの事実についてはこの媒体の突撃取材に対して認めているようです。なのでこれで舞の海さん、ぐる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 コサミン、世田谷生まれのグルコサミンと膝は回るが首は回らなくなってしまっている現在のようです。続きましてこちら8月1日23時からの石渡慎太郎塾長のインスタライブの模様となります。早速、朝倉未来選手があんな負け方をしたのは相手のプランに乗っかっちゃったから、ショーツの中につま先が入っていたのはマジで痛い、それであの倒され方をしてしまったのか、背中をつくとつかない等では大いに違ってくる、あの日は組手が足りていなかった。ケラモフ選手 vs クレベル小池選手はクレベル選手の勝利。自分の出した動画、朝倉未来選手 vs ケラモフ選手の朝倉未来選手勝利予想にたくさんひどい言葉がついていたが、朝倉未来選手の負けパターンの予想は実はドンピシャ当たっていたんだけどね。ケラモフ、とてつもない肘を打ってきた。ユーネクストの僕鋼鉄さん、酔っ払いすぎててマジで大変だった、かっこ笑い。朝倉未来選手また再戦してダメとかそうは思わない。アキラは武蔵村山クリニックと内戸でダブルネームで所属している。ケラモフ選手 UFC だとチャンピオンクラスに勝っちゃう気もするし、どうなんだろうね。ケラモフ選手の首を押さえての肘はよくある。アキラにはそれでもやっていくしかないんだぞと言った。鈴木千尋選手がやったようにアキラにもやってほしかった。犬が夜中の2時に下痢を撒き散らかしていて、自分でそれを舐めててフリーズした。生き物を飼うということはそういうこと。自分の首が痛いのだんだん治ってきている。控え室小木ちゃんと一緒だった。アキラ壊れるよには分かってる、だからガードも教えている。実は自分人見知り。朝倉未来選手、素材的には間違いなく世界で通用する。クレベル選手とピットブル選手の乱闘は何のことかわからないな、かっこをすっとぼけ。もし現役に戻ったらアーチュレッタとやりたい。自分のいい時期にやりたかった。小木ちゃんとの試合が自身のワーストバウト。あの時は実は両手が麻痺していた。だいたいいつもジョビンと同じ意見ではある。奥さんは格闘技全然知らない。ゴミ高則さん、別に怖いとかではなく本当にあのまんまですごい人。水抜きで選手が亡くなったニュースを聞いて本当に胸が痛かった。自分も気を失ったことがある。そしてここで堀口恭司選手見に来ておりまして、お疲れ様ですと。石渡塾長は新竜選手との再戦楽しみにしていますと。続けて堀口恭司選手、石渡さんいつもかっこいいですと。石渡塾長はいじってるじゃないですか。でもコラボした時、堀口選手と自分人間的大きさも負けたと思いました。でも釣りは海釣りなら負けませんよ。堀口恭司選手、なんで石渡さんちょっと笑ってるんですか。一般の方、インスタライブでも恭司にやられてて草。石渡塾長、やかましは。そしてムサイフ選手戦の練習でアキラに 800m かける5本をやらせたが途中でやめてしまった。心が折れてるやつがムサイフに勝てるかよと心を鬼にして俺は家に帰った。お前にはもう教えないと。かわいそうとは思っていたが、そしたらアキラが自分で走ってるところを動画で撮って自分に送ってきたので、待ち合わせをしてトラックで再び会うことにした。そしたらアキラは 800m かける5本をなんとか走り切ってその場でバタンと倒れてしまった。感動でちょっと泣きそうになったというと、堀口恭司選手、石渡さんさすがかっこいいと。石渡塾長、誰かさんみたいにサイコパスじゃないんで、人を殴って楽しいとかじゃなくてアキラは優しいんですよと。感動話だったんですがグダグダになりました。そして塾長、アキラは人生で一回も喧嘩したことはないらしい。アキラには勤務モードというのがあって、ジムで急にはい皆さんこちらに並んでくださいとか仕切り出したりもする。アキラはムサイフのことを歴代一番強かったが届かなくはないと言っていた。アキラのタイプの女性は外国人のでかい女性を見るとおという。でもアキラ選手結婚してるんですよね。ここで堀口恭司選手、石渡さんいつも笑ってますねと。そして川村夏樹さん見に来ておりました。石渡塾長、堀口選手アメリカ行ってから明らかにフランクになった。
堀口選手、石渡さん、真面目なフリーしてますよね。そして堀口選手ラスト、石渡さん、なんで笑ってるんですかと、ここでも再び言って終わっていきました。石渡塾長も堀口恭司選手の登場にちょっと心がふわふわしていたような感じでした。続きましてこちらは7月28日、結構遡ってはしまいますが、貴健信選手のインスタライブの模様となります。20時30分からタイは2時間遅れなので18時30分頃になりますね。最近貴健信選手が好きすぎて私からの愛が溢れております。早速、無呼吸症候群の人がつける酸素吸引の CPAP は、初めて重量になった時は160キロ超えてて、朝起きた時頭痛がひどくて、最初の1週間は良かったが、そこから逆に息苦しくなったので外した。相撲の世界でいっぱい食べる人のことを食が強いというが、俺は食が強い方ではなかったので、こまめに食べるようにしていた。タイの物価ほとんど日本と変わらない。朝青龍と話したことはない。興味ない。こっちの蚊、モスキートですね、はひどくて水ぶくれになった。ヒゲを伸ばしたことはない、似合わないから。アイシングのためのアイスバブは10分入る。タイのお菓子食べていない。そして力士時代、俺が入った10年前で一番稼いでいたのは多分白鵬、すでに40億持っていると聞いた。そこから10年で今100億はあると思う。スイス銀行にも口座を持っている。優勝した時のご祝儀が2日で1億円切ったことないとも聞いている。大砲関が王貞治さんとかの年収を聞いて、ああそんなもんかといったエピソードが残っている。あの時代で20億円持っていたと聞いた。次戦負けたら引退するが大丈夫、負けるためにわざわざタイに来ているわけじゃないから、絶対に勝ちます。遠藤は正直横綱は無理だと思う。悩みを相談する人は誰とも自分は仲良くなるタイプではないので、仲良くなった人には弱みを見せている。相撲より MMA の方が練習にお金がかかる。武蔵丸さんの武蔵川部屋に1回マックスフォローへ稽古に行っていた。股割りで後ろとかから押されてブチッとなったら、それは筋が切れているのでもはや柔軟ではない。筋が切れてビローンとなって柔らかくなるのは、それは当たり前。1週間ぐらい歩けなくなる。国によってレスリングが全然違う。次生まれ変わる時の体は別に小さくなきゃ何でもいい。ジムで相撲やろうぜという流れにはなっていない。ここでバイクで一回りしてタイの街一周して見せてくれておりました。貴健信選手が通っているドブリアナジムとタイガームエタイジムはほんとすぐご近所でした。焼酎は好きじゃない。そしてここで仲のいい元綾乃海さんとコラボになり、綾乃海さんは大沢文也選手と仲が良く、そこから K1 松倉慎太郎選手は今タイガームエタイジムがスポンサーについているらしいよと聞いたんだと言っておりました。あとは言えない話が多かったので割愛で、大栄翔関はめっちゃ性格いいとは言っておりました。そしてタイに来てよかった、自分の人生の分岐点になりそうといったところで終了ではないんですが、言えない話が多いのでここらで割愛で。続きましてこちらはこの間見事ランキング1位秋シュート選手から防衛したシュートストロー級チャンピオン新井城選手のインスタライブの模様となります。こちらも7月25日と結構前のものにはなってしまうんですが、22時30分から早速新井城選手、マジであの試合で記憶をなくしていて、控室に戻ってからまず今日何日でしたっけから始まった。今は7割方は戻ってきている。ここでトレーナーの方がコメントに来てて、1ラウンドで勝ったんだよって20回は説明したよとつけておりました。大沢健二さんは本当はパンチで勝ったのにチョークで勝ったよと嘘をついてきた。悪い顔をしていた。今回はなので飯行かず車に乗っけてもらって、今家で養生をしている。記憶は膝蹴りで飛んだ。それでも大沢健二さんの指示は聞こえていたと思うので、大沢さんの声はどんだけダメージ食ってても届くってこと。今回は今までの中でも一番いい倒し方ができたと思っている。めちゃめちゃ練習していたパンチだったのでそれが出た。リング上でシュートの坂本代表に肩を組んでしていたこしょこしょ話は、対戦相手の秋シュート選手の応援団が徳島からわざわざ来てくれていたので感謝の言葉を言いたくて、でも覚えてなくて、これってもう言いましたっけと坂本代表に聞いていた。新井城選手はストロー級チャンピオンで、
1個上のフライ級は今2位の関口雄斗選手にはすでに以前勝利していて、ライジンで渡辺修斗選手と戦った内藤信孝選手は現在6位で、ズバ抜けた強さはない。あと3位のヤックル慎吾選手と今1位の山内渡選手で、このメンバーで戦って山内選手が勝ち抜いて頭出た状態で俺とやるのが理想と考えていたら、この間の大会で山内くんがヤックル選手に勝って俺に喧嘩打ってきたので、ちょうどいい。できれば年内にそこでシュート初の同時2階級制覇をして、カメラマンの長尾進先生に写真を撮ってもらいたいと。新井城選手、長尾先生に写真撮ってもらいたいってめっちゃ言うんですよね。昔から相当思い入れがあるようです。そしてシュートフライ級にはこの間まで LFA でやっていた足立区の星堀内優真選手も参戦発表しましたが、それについては新井城選手、初戦で爆発的な強さを今後見せてくれれば面白いとは思うが、そこからまた一からストーリー作っていくのもかったるい。山内くんは無敗だし、この間70秒で KO 勝利したから餌としてよく育ってくれたよねと。そして次の大沢健二さんの格闘技2通信呼ばれてますとおっしゃってましたが、これはきっとまだですね。そしてその試合の時解説だった箕輪広場選手、同世代でもあるし俺に防衛戦してくれよとか過去煽ってきた時もあったので、俺の勝利がきっと気持ちよくなかったんだと思う。その気持ちが多少解説にも入っていた気がした。まあいずれ上の舞台で昔失神させられて負けたから、その借りを返す時が来るかもしれないので、皆さん楽しみにしててくださいよと。ここで以上です。はい、新井城選手フライ級でやれること見せれたら 100% ライジン呼ばれますね。続きましてこちらは昨日の中井凜選手のツイートで、ここのところずっと東京で練習しておりましたが、急遽恐縮です。愛媛帰る。全身5箇所怪我を毎日いくつかの病院でリハビリや治療に通っていたが、保険証期限切れて自費で払ったりしていたが、限界で見てくれなくなるので帰り新しい保険証を手に入れる必要あり、その他理由はたくさんあり、自宅に帰った方が心も体も落ち着き怪我の治りもいいので決心した。今は怪我を治すことが大事です。怪我を治すとともにさらに伸ばせる練習もできます。ジムは毎日24時間好きなだけ自由に使え、宇佐美館長の指導や練習はいくらでも自由に受けれるので毎日の練習は続けます。さらにグレードアップし強くなった中井凜になれると思います。ハッシュタグ恐縮至極でございますと。そしてこちらはブレイキングダウンから日本ヘビー級の星エドポロキング選手所属団体決定です。どうもランブル、このランブルというのが団体名なんですが、初代ヘビー級チャンピオンのエドポロキングです。この度ランブルと独占年間契約をしましたので、俺と喧嘩したいやつは名古屋のランブルにおいでな。マイナー団体と契約したとか金のためとか雑魚がほざいているけど、ディープとかパンクラスの舞台を選ぶべきとか思ってる時点でアホ。俺は俺だけの道を行くと決めたから、ランブルからの大舞台を選んだ。3年後にはライジンのヘビー級を取って世界に出ていくから指くわえて見といてと。ライジン進出の目標はあるようです。続きましてこちらはアンポルキア選手の自身の SNS への投稿で、暑すぎて記憶飛ばしたわ、昼走るの危険やから気をつけてと汗だくで道に座っているところの姿とともに総投稿、さらに認知症になるリスクも上がるらしいと。これはどういうことだろう、暑すぎるとかな、それとも記憶を飛ばした場合なのかな、だと思うんですが、そしてですね、この写真上裸で短パン一丁で短パンも結構めくれてて、アンポルキア選手以前タトゥー入れたと言っておりましたが、左太ももからそれがちらりと覗いておりますね。何か筆記体の横文字が入ってる系ですね。はい、というわけで本日は以上となります。ちょっと極度の疲れと夏バテによりしばらくやったりやんなかったり、時間短縮もあると思いますので、そちらの方よろしくお願いしますし、皆さんもねお気をつけください。で、夏バテ対策も含めて、あ、そうだ、有名なステーキハウスリベラ行こうと思って、こちらは五反田店が本店で、目黒店は支店にはなるんですが、こっちの方が座席が多くてゆったりできるんでいいんですよね。で、皆さんに一つ、またまた今回クイズとなってしまうんですが、ちょっと答えていただきたいものがありまして、メニューはこんな感じになっておりまして、私はバダハリステーキ頼んだんですね。1ポンド 450g 5900円っていうやつですね。
で、この下になってくるんですが、ちょっと斜めってるんですが、このヒレですね、私が頼んだやつの 550g がマサトっていう注文メニューなんですね。で、その上の640が清原となっておりまして、で、その上があるんですよ。私が頼んだ1ポンドステーキ、これが2ポンド。はい、ダブルで値段がね1800円お得になってるのかな、5900円のところを2枚だったらっていうところが1万円で頼めるというものなんですが、ここの名前がさあどうなっているでしょうか。知ってる人はねもちろん知ってると思うんですが、ヒントとしてはですね、格闘家スポーツ選手も全然関係ないです。なんでこの人の名前なのみたいな、さらに言うと女子ですね。はい、なのでここにねマサトさんいますし、あとは那須川天心選手にタケル選手隣同士でした。扇風機の裏には村田亮太選手もおりまして、ステーキ肉はだいたいこんな感じですね。マジでめっちゃめちゃ美味しいんですよ。熟成肉の走りといった感じで 450g でも女性でもペロリと平らげられるような。あとはですね、カード払いが不可でレシートも出てこないので、これは確定申告とか一体どうしているんだと思う場面も少々はありましたが、それはさておきまして、先ほどのね2ポンドのヒレステーキの方の名前ですね、これマジで斜め上の名前になっておりますので、ぜひぜひ当ててみてください。はい、高評価チャンネル登録通知をポチッとオンにして、また聞いてね。